ですけど。果たして歌えるのかどうか。なんかやっぱり、あ、見て、やだ。やっぱりね、ここ数日間、喉が寝起きじゃないです、全くもって寝起きじゃない。もうご飯も食べたし、ドラマも見たし、全然寝起きじゃないんですけど、なんだっけ、普段ね喉の調子がいい時っていうか、喉に問題がない時はやっぱり私ずっと歌ってんだなと思って、無意識で歌おうと思って歌ってんじゃなくて、無意識で私って普段からなんか歌ってんだなって最近気づいてる。なんかこのちょっと喉をガラガラしてた数日感はもうなんか歌いたいのに歌えないこのもどかしさに襲われてるよしばらく。あーって今どの音まで出るんだろうとか言ってちょっと試したりしてんの。アホじゃない？ゆはたんと一緒じゃないときはユナコール、ずっとポキちゃん。そうなの。今あーって声出したら枯れるかなとかめっちゃ考えて歌ってる。あーって、あー、いけんじゃない？明日歌えるかなって思ってたんだけど、なんか良い兆しが見えてるよ。150回は超えてる。いけそうな気がするよね。ユウもそうな気がしてる。たださ、まあ、これバレてもいい覚悟で言うんだけどさ、明日どこポジションだと思う？まあまあまあ、そうそうそう、それが合ってるかどうかは別として、やばいよねって話なんですよ。
直さないと。なんかさ、イベント中みたいなさ時間に始めたね私。こんにちはラッシュ来るかな、来てほしいな。全く狙ってなかったけど。またぎや、またぎ、みんな。あ、待って、カニがまだついてる。ムレピア、昨日だ、昨日限定だと思って。昼夜ポジション違うはない、それはない、それは厳しいよね、それ難しいわ、頭がやばいことになりそう。夜は何時頃の予定？11時とか。早くはできなそうなので。夜もやる、あのさ、業績祈願したくて。顎治ってないんだよ。よく見るとザックのポーズが心に太陽。おー、よく気づいたね。そんなのパパがやった。え、なんかさ、今さ流行ってはないけどさ、こうこうやってこするとさ、角質がポロ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 取れてくるやつあるじゃん。こうやるとなんかボロ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 って、あれやったら今すごい取れそう。古い角質だらけな気がしてる。でもダメなのかな、そばかす治療したけど。ガサガサではない。ただなんかさ、本当にターンオーバーしてるのかなって、肌生まれ変わってるかなって今疑問に思っちゃった。そばかす歌ってんだけど。お腹空いちゃうよね。
そばかす知ってんのか、だって。え、知らない人いるの？え、それが聞きたくて聞くっていう、聞いてたわけじゃないけどさ、自然と知ってるよ、そばかす。48の公演曲知らなそう。確かにそんな、詳しくないかもしれない。シングル曲ばっかり聞いたことあっても歌えないとか。あと先輩方の卒業コンサート、卒業公演とかで、わあこの曲好きだってなってハマるとか。こんにちは。リコチさんのファンの方がいらっしゃったよ。ね、嬉しい。こうやってさ、ショールームの中だけど交流が増えるのが。こんにちは、ラッシュ来たね。私マネージャーさんにもさ、ずっとさ、会いたいって言いまくってる。マネージャーさんに会いたいんじゃなくて、リコチさんに会いたい。いや、心に決めてる。写真集絶対買うって。あとアルバムのリード曲にリコチさんが選抜されました。わー、嬉しい。前回のシングルに引き続き、キャー、うわーまたウータを。あ、そうだった、喉
リコチさん、あの前イベントやってらっしゃって、それの特典が写真集だったの。だからいつかリコチさんの写真集が出る。今年もどこかで会いたい。もう半年ぐらい会ってないってことでしょ。リモートはあったけど。あ、そうなんだよね、遠距離だからさ、やっぱり遠距離恋愛だよね、本当に、ね、片思いなんですけどね。フェス、ユナ出れるのかな。去年はね、去年、今年は今年って感じですけどね。なんかお家の、カラオケにね、角田浜が入ったの。角田浜にてが入って、あ、あるって思って、歌ってない。お家のやつね。
私はまだ歌いませんよ。無理です、この喉じゃ。あと1日休んでどうなるか。本当に喉だけやられたな。私はね、あ、だいぶ回復 してるよ。あの優しさの重さがこのショールームのイベントでかあのメンバーにならせていただいた楽曲だからさ、ここで歌いたいんだよね。お仕事頑張って、ありがとう。ね、ショールームで歌いたいよね。なんかみんなでダムさんのなんかサイトなのかわかんないけど、入ってほしい楽曲みたいなのがあるらしくて、それにみんなで協力して優しさの重さって入れて、希望が多いと入ったりするらしいよ。誰かが教えてくれた、メールの返信か何かで KMT が教えてくれた。そう、そこへじゃあ KMT 頑張ってさ、力を合わせてさ、優しさの重さとさ、角田浜とさ牧笑とかさ、自然渋滞って。でも一人で歌うのめっちゃ大変なんだよね。ありがとう。カラオケで働いてるとき、ルーム掃除行くたびにリクエスト送ってたら入ったことはある。
のできるんだね。すご。今日はアイラインがボロ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 に崩れてくる日ですね。角質は取れてないわ、これ残念ながら。本当にアイラインのインクだけが。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、皆さん、心配してくださってる方いらっしゃいますが、アンナちゃん徐々に良くなってきておりますので、今日はだいぶいい感じだったよ。なんか知らんけど濃いものが食べたくなったのかわかんない。ピザとかなんかパスタとかなんか。すんごい食べるじゃんみたいな。カロリーがね、本当にいろいろ食べて、いちごとか食べてて、これめっちゃ美味しい、おねえ食べる？いらない、私はもやし食べながら。そう、こんそんなって、え、これやばいよとか。私はもやしと、もやしと納豆オムレツを作って食べました。今日のお昼ご飯、朝は食べてません。ちょっと皆さんがもやしをつないでくれたので、私ももやしを食べようって思って、スーパー行くたびに
2袋ずつぐらい。あれもやしってすぐ悪くなっちゃうからこまめに買い足してます。今日はもやしのナムルを作ったんですが、ちょっともやしだけだと彩りが本当に悪すぎて、こりゃ良くないってなったから、きゅうりを入れました。そう、皆さんもねもやし頑張ってくださったら、私ももやし成城石井デビュー、あ、ほんといいね、ビビンバにしたらいい、あの、わかるよ、わかるの、ゆうなもね、ちょっとご飯少し食べたらいいいいかなと思ったんだけど、まあ、一気に落とすにはやっぱ炭水化物糖質を抜くのがいいなって思って、でもそれってすごくリバウンドしやすいから、こうある程度落ちたらちゃんと炭水化物も取らないとなんだけど、ちょっと今短期間で絞らなきゃいけないっていうのがあって、糖質でもだからってね、食べたいのにうわご飯食べたいとか、うわチョコ食べたいけど我慢ってやると、ストレスで逆に太っちゃうから、それも気をつけてる。グラビアはないですよ。朝食より夕食抜く方がいい。わかる。でも朝食の時間起きてないからさ。休みの日は特に。夜型すぎて、もう。朝ごはんに炭水化物を取って、昼夜でちょっとこうセーブするみたいなのが痩せるのは知ってる。でも無理なのよ、生活的に。12時まで配信して次の日休みとかなると絶対起きれないからさ。あ、そうそう、ちょっとね話がねずれるんだけどね、あの今までさ配信してたさこっちタンスでこっちがドアなんだよって言ってたさ配信スペースあるじゃん、これ今ロフトベッドの下なんですけど、
あそこがなんかこういうゴムとかシュシュとかこれピンとか後ろのあの網のところにかけて、なんかおしゃれスペースになりました。その飾ってあるのがおしゃれなんじゃなくて、おしゃれするためのものを置くスペースになりました。そうそう、意識高い系に。お、まつげがいい感じ、アイラインもいい感じ。あとは鼻を光らせる。最善だとまつげすらわかる。あ、本当？あの時は茶色マスカラにしてみたんだ。いつも黒だけど。待って、そんなさわかるってことはさ、あれだね、ニキビとかも見えてるね。あざある、あざあるのよ今。左足のね、痛みをかばって右足頑張ったら膝にあざができた。治ったかな。あ、え、治ってきた。あ、治った。え、すんごい速度で治ったじゃん。びっくりした今。靴ずれもね、治ってきたよ。めっちゃ良くなってきた。唇は荒れまくってる。これは梅ゼリー色。梅ゼリー色塗ってます。できました。
味はしません。周上村のリップです。はい、前髪がやばいです。どうにかしてほしいわ。この毎回毎回さ、おでこ綺麗だって。産毛がでこ今そばかす、なんかね右側の方がそばかす多いんだって。左あんまり、右の方が多いですねって言われた。イエーイ。ずっとテーブルの上にあった。おめでとうございます。ありがとうございます。そうそう、アワードのやつ。ちょっと待って、はあ、ああ、これでこうして、これを持ってきて、こうやってみんな喋ってて、こうやってここに鏡を置いて、あ、そうそうそう、この間さ、イベント中にさ、おじいちゃんにさ、ねえねえこれ買ってって言ってさ、頼んで買ってもらったさ、チーク菓子が2つぐらいあるんだけどさ、それ今度配信でやろうか。なんかチーク菓子のさ、味にちょっと依存している。美味しいんだよな。
ちゃんクイズ、イエーイ。ポキはいつも寝るとき仰向け、うつ伏せ、右向き、左向き、どれで寝るでしょう。チクタク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 。まあしょうもないクイズですけども、今それしか思いつかなかった。ベッドが見えたから。いかなかった前髪が。もうとアイロン通してきた。こっちをこうやって、ほらここ、こう向いてほしいの。ほんとこうこうなってほしい。あ、こいつもこっちにやろうかな。そうするとここが薄いじゃんか。薄いのは嫌なんだよ。もう言うこと聞かない前髪はちょん切るぞって感じで。あ、正解は正解はですね、仰向けです。まあ、たまに左向きもあるけど。当たった人いた？電気は真っ暗にする派。うん、真っ暗にする派。私は仰向けで気をつけて寝たいんです。これで寝たいの。こうで。寝相は全然良くないんですけど。小さい電球を許せる。別に言うの、明るくても真っ暗でも、豆電球ついてても何でもいいの。幽体離脱とかしますか？幽体離脱はしないね。いびきはなんか今日いびきかきそうだなっていう時があるの。疲れすぎてるなとか、鼻が詰まってるなとか、喉が痛いなとか、そういうので、あ、今日私いびきかくかもしれないと思って寝ると
いびきかいてたよって言われる。どっちかって言って普段いつも寝息っていう方だけど、やばい時はやばいっていうか そうそう、予知できるの本当に。寝言でタワーは言わないよ。誰に言われるの？なんかお昼寝した時とかにアンナに言われる。でもその後一緒にアンナも寝てるから、優が先に寝落ちしてアンナにいびきを聞かれて、その後アンナも寝てみたいな。なんかアンナの寝顔はおでこをピシッってやりたくなる寝顔。わかるかな。まあわかんないと思うけど、アンナの顔はそう、こうやってピッってやりたくなる。まあ、あんな寝起きがめちゃめちゃ悪いのでね。本当に起きないんだよ。アンナちゃんはすっぴんがこけしらしい。あ、そうそうそう、こけし。今さ、ポキのすっぴんは座敷わらしって書いたこの星。ポキのスピアなんだよ。星だとわかんないよ。そのまま干しちゃう。ほんとみんなしてさ、今さ何人かのさメッセージ書いたらさ、いないかな。
夢から起きて拍手じゃないよ、手振ってたんだよ。何位からだっけ、62位から。めっちゃ怖くね。聞いてから書くとか、やっぱ夜の配信の方が5日にすんごい量やるっていうのが一番いいと思うんだよね。62位の方いらっしゃる？いる！ 61位。61位が見えない。60位。62位の方、今も見てくれてる？自分が何位かわからないっていう。さっきはいたんだよな、壇上の一個下のところに。いないかも。さっきまでいたんだよ本当に。いるかな。やっぱり夜にやるのがいいんだよな。今日明日さ、できるかわかんないじゃないか。だから5日さ、5日が一番いいんじゃないかって思ってんだよね。5日にすごいたくさんドラーってやるっていう。5日ドラララってやる。
日で終わらす気でやる。それはどうなんだ、できない。そう、5月5、そうそう、残りは1日では厳しいから絶対無理なんだけど、まあずっとさ夜にさ俺配信してたのにさ急に昼にいるって聞いてもって感じだよね。今日の夜できたら何人かやりたい。まじゃあこのお昼の配信は進めずに、ふぅ、甘いもの食べたーい。甘いものが食べたいよー。へちょっと不安って本当にね、いやー、やっぱりチーク菓子と思うじゃん。あるんだよこれ。実験スライムゼリー、これどれぐらいでできるんだ。これそう常備してあるのよ。まあまあまあ水がないから持ってくるんだけど、これ待って、77キロカロリーだからセーフじゃない。え、だよねセーフだよね。わかる。ちょっと水持ってくるわ。水もう何回なくあるんだよ私。ちょっと待ってね。
よし。あ、じいちゃんにおねだりして買ってもらったチーク菓子がこちらです。じゃじゃん、憧れのショコラティエ、チョコフォンデュパーティー。まあ、これはちょっともう少し時間があるときにね。これだってさ、ありえないんだよ、難しさ5だよ、これ5なの。それはやばいって思って、しかもレンチンとか湯煎とか必要なんよ。これは138、こっちが145。まあスライムが一番低い。かき混ぜトレーの、音符へお水を下から3番目の線まで入れたら、ベースの素を入れてスプーンで粉が溶けて青緑色になるまでゆっくり混ぜよう。こういうのが入って、ここの下から3番目のところまでお水を入れる。はい、そしたら ベースの素、スライムの素、シュワシュワの素、からスプーンで混ぜます。ほら、青くなったよ。キャー！スプーンが埋もれたよ。いやだ。はい。
次、かき混ぜトレーの星へシュワシュワの素を入れて1の液を流し込んだらスプーンで粉が溶けてピンク色になるまでゆっくり混ぜようということですから、シュワシュワの素を入れます。これはい、シュワシュワの元に これシュワシュワの元、これがさっき作ったなんとかの元、なんだっけ、ベースの元、これを入れる。すごいよ、ピンクだよ。シュワシュワ言ってる。ピンク。はい、できた。スライムの素を入れたらスプーンで粉が溶けて青色になるまでゆっくり混ぜたら出来上がり。簡単やな、これ。いやー、ちょっとなんか床が砂じゃない、粉っぽいんですけど。あ、わかったわかった、これはわかったわ。ね、なんでさ言うのってこんなさ台本みたいにさ、すごくない？ほんと自分でね、自分で、あ、私ってこういうこういう人だよねって思ってる。はい、じゃあ見て、最高最高最高、スライムみたい。
危な、よだれ出そうだった なんか100回以上よく混ぜると30センチくらい伸びるよって書いてある。え、これ楽しいわ。これみんな楽しいよ。やってほしいわ、みんなに。よし、できたぞ。じゃあ見てほしい完成品がこちらです。ダダーン、スライム。すごくない、すごくない、すごくない、すごくない。これスライムだよね、もう完全に。すごいすごいすごい。これはソーダ味。いただきます。食感がさ、今まで食べたことない食感してるわ。楽しいね、これ美味しいよ。味はソーダ味だから。餅とゼリーの間みたいな。ね、ちょっと面白すぎるからさ、みんなも食べてほしい。いや甘さは、いや甘いんだけど酸味が強い。メーカーは明治チューイング、チューインガム。でもお菓子売り場に売ってるよ。
表紙は。大きなお友達買えると思います。楽しいよこれ。楽しいけど喉に詰まる。結構量あったよ。お腹いっぱいになるもん。ならないけど、小腹空いた時には。ごちそうさまでした。あ、わらび餅近い近い。なってないじゃん。やめてよ。バババババババ。甘いもの欲が。満たされたわ。うん、治った。よかったよかった。
で、それでそれで明日のじゃない、今日の夜公演に入る人いるの？1,2,3,4 意外といない。え？あー、みんな入ってるね。なん、え、皆さんはさ誰を見に行っているの？全然いいと思うけどね。公演自体が好きで楽しんでる人とか全然いいと思うけど、誰を見てるんだろう。そのユーナがいるときはユーナを見てくれてると信じてるけども、ユーナがいないときに誰を目で追ってるのかなって。いや、一番目がいる人は一番目だと思うよ。赤青、そうなんだ。みゆみゆさん、うん、わかるわかる。へえ。面白い、面白いよ。え、気になるっていうか、あ、そうなんだってなる。面白い。そう、知ってる人はもう全然知ってる。あ、そうなのね、そうです、今日出るもんねとか思うけど。タン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 、トゥトゥトゥン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 トゥ、え、なに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 、かわいいかわいいかわいい。かわいい。 NGT のメンバーラインで、まあ、あのみんなの集合写真とか、こ、情報とか資料の共有とかするグループラインがあるんですけど、そこでメンバーの写真が送られて、公演に出ていらっしゃるメンバーの写真が送られてきて、めっちゃ可愛い。
こういうので私はうわかわいいって言ってテンション上がるんだよな。特に誰、今回はドラさんのお二方でした。もうどっちもかわいい、かわいい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 。え、なんでこんなかわいいのってなってる今。ドラさん、ドラさんのお二人の写真が送られてきた。かわいい。共有はされないと思うけどね、これは。これに関してはごめん、メンバー特権だね。無理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 。まあ、ユーハのことも結構写真撮っちゃうんだよね。あった、かわいいねって言って。あと、コンサートの時、あの、日向さんのバックダンサーで4期生が踊ってたじゃないですか。それで、ひろかちゃんが可愛くて、私リハの時こうやって携帯構えてひろかちゃんのチッケム撮ってた。ひろかちゃんでこう追う動画を。可愛かった、めっちゃ。ちょっと踊れるようになっちゃったんだから、見すぎて。4期生ひろかっぴ推し、いや誰推しとかないよ、いう4期生で。私は推しとかいませんよ。みんなかわいいねって。だから前座でさ、アンナ、アンナのそのソロのパートがあったりとかした時、今日下手だったよとかさ、鼻詰まりすぎとかさ、そういうのは言うけど、したらアンナってめちゃめちゃポジティブだし自己肯定感がすごく高いから、え、あん今
完璧って思ったんだけどって言うの。え？めっちゃ歌下手だったよとか言ったりする。本当にアイドル向いてる。でも見どもりのセンターは緊張したらしいよ。顔つきが怖いっていうか切れ長だから、待ってる感じ可愛く待てないとか言って、なんかナナはまだかな、早く来ないかなって待ち方だけど、アンさ遅刻だぞ、まだなのって表情なっちゃうとか言って、わかるわかる私もとか言って二人で盛り上がってたもう30分過ぎてますけどまだでしょうか。ユーナとアンナってそうだよねとか言って、そう可愛く待とうねって、いや違うの、遅刻がダメとかそういうのじゃなくて、顔つきがそういう風に捉えられる顔をしちゃうの。優しい表情ができないっていうか。おもろっ本当にそういう心情で待ってるとかではなくて、顔が怖い。まあまあ良かったのではないでしょうかね。アンナがセンターやるとか嬉しいし、ユウは壇上読みます。そろそろね夜公演が始まるということで、皆さんの中にも夜公演に行かれる方いらっしゃいますよね。ではいきます。13位カオさんありがとうございます。12位タロさんありがとうございます。11位ヒロイチさんありがとうございます。10位ビールバラさんありがとうございます。9位音速の貴公子さんありがとうございます。8位きっと前ライン木差しさんさんありがとうございます。7位市田さんありがとうございます。6位スイッチさんありがとうございます。5位日和ゲタさんありがとうございます。4位カジュポンさんありがとうございます。3位アベベポキさんありがとうございます。2位マコイモさんありがとうございます。1位片山さんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それじゃ夜も配信します。待ってます。バイバーイ。
ごきげんよう。